はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。物販を始めて間もない方っていうのが立ち止まってしまうポイントは随所にあります。立ち止まってしまう理由っていうのも考え方の面だとか、単純に技能的なものだとか、いろいろあるんですが、今回は特に商品リサーチを終えて買い付けている段階で一番立ち止まりやすいポイントの一つである商品ページ作りについてのコツをお話しさせていただきます。商品タイトルでも書かせていただいたんですが、商品ページ作りは実は3ステップ、3段階に分かれているんだよっていう話を今回させていただくんですが、この動画を最後までお聞きいただくことによって、ご覧いただくことによって、皆さんの物販の効率性が上がるだけではなく、物販の負担っていうのがグンって下がりますから、ぜひ最後までご清聴いただければ幸いです。多くの方っていうのが、初めからちゃんと商品ページ作り込まないとっていうふうに、いいってなってる方が多いんですね。ただ商品ページを作る段階って繰り返しになりますが、商品を買い付けている段階なので、代行会社とのやり取りもしなきゃいけない、商品ページも作り込まなきゃいけない、作り込んだらその商品を発送するために必要なデータをまた代行会社に送んなきゃいけないっていう、このたくさんのいろんなやり取りとか作業とかで、どうしてもパーンってなりがちなんですよ。そうなる必要は本当全くありませんので、ぜひぜひ安心してこの後しっかりと話を離れに落としていただければ幸いです。まずその3ステップの内容について簡単に話しさせていただいた後、具体的にじゃあ何の項目をステップ1で入れればいいのかとか、そういう話もさせていただきますので、ぜひ最後までじっくりとご清聴いただければ幸甚です。まずステップ1、商品ラベルを生成するための商品ページ作り、出品登録をすれば OK です。商品ラベルを生成するためには最低限の出品登録だけ行えば OK なんです。ですから最低限の出品登録は、要するに必須項目を入れればいいってことですから、任意の項目っていうのは後回しにすれば OK っていうことです。次、ステップ2っていうのはテストマーケティング、まあ実際に販売開始するための商品登録ですね。この段階っていうのはもちろん必要な情報だけではなくって、商品の説明だとか画像もしっかり入れるだとか、そういったことが必要になってくるんですけれども、このテスマをし始める、商品を発売する段階っていうのは、実は価格っていうのはあくまでも暫定的なものを入れればいいんですね。後でしっかりと説明しますけれども、この際に価格もしっかりと、この価格で一生売っていく価格を入れなければいけないって考えている方が多くて、そこでって考え込んじゃう方が多いので、あくまでもテスト販売をする、開始をするための出品登録をすればいい、後で説明しますが、これだけ頭に入れておいてください。で、ステップ3っていうのが本陣なんですね。商品を実際販売した後っていうのは、商品のレポート、いろんなデータっていうのを入手することができます。それがちょっとここに書かせていただいた、例えば初めから広告をかけているのであれば、スポンサープロダクトっていう Amazon の有料広告をかけているのであれば、広告のレポートっていうのをある程度広告かけると入手することができるんですね。で、この広告のレポートっていうのは、どのキーワードで検索したお客さんが自分の広告をクリックしてくれたか、要するに自分のページを訪れてくれたかっていうことのデータなんですけども、そういったものも収集できますし、広告をかけてなかったとしてもビジネスレポートっていうのが無料で閲覧することができます。ビジネスレポートっていうのはセッション数だとかページビュー数だとかいろいろあるんですけれども、要するに延べ何人の人が訪れたとか、延べ何回見られただとか、そういったデータっていうのを収集することができるというか、無料で閲覧することができるわけですね。こういったレポートに基づいて商品ページを本格的に改善していくっていうことがステップ3の本陣になります。では具体的に各ステップで何の項目に入力していけばいいかっていう話をざっくりとさせていただきたいと思います。ざっくりとって申し上げたのは、ここ留意ポイントなんですが、各カテゴリーによって必須入力項目っていうのは変わってくるんですね。だから基本的には出品登録画面で必須項目だよって書いてあるところは全部入れる必要があるっていう点はご理解ください。そもそも全部入れないと保存して終了っていうボタンが黄色く光らないので、そもそも保存して終了することができないので、そこら辺っていうのは簡単に判別することができると思います。ステップ1です。ステップ1っていうのは、商品ラベルを生成するための最低限の登録をすれば OK なんですね。基本的には商品のタイトル、商品名ですね、あと価格、あとカッコに入れましたがブランド名と仮画像、仮画像に関してはご自身が管理画面で見やすいようにするための仮画像なので、初めは本当何の画像でも OK です。じゃあこの中で
どこに一番注意すべきかと、どこに一番力を入れるべきかって話をさせていただきます。一番注意すべきは価格ですね。このステップ1の段階から、もう価格絶対この金額で売り続けるんだっていう価格を入力しなきゃいけない、完璧な価格を入れなきゃって考える方が多いんですが、それは大間違いなんですね。実際にレポートを見た後、レポートに基づいて改善していくステップ3の段階で価格の微調整、そもそも価格の微調整っていつでも行えますからね。とにかく価格っていうのは後からいくらでも変更できますので、あくまでも一番最初のステップ1だと暫定的な価格を取りま入れれば、とりあえずま入れれば OK っていうふうにご理解ください。じゃあどこに今度は力を入れればいいのかっていうとタイトルなんですね。続いてステップ2です。テストマーケティングで商品を実際販売する、発売するためのページ作りなので、そこはある程度しっかりと作り込んでおく必要があります。まずキーワードっていうのは SEO 対策ですね。お客さんから見ることできないんですが、このキーワードっていうのをしっかり入力する必要があります。また商品の説明文っていうのもしっかり作っておく必要がありますね。あと画像に関してもお客さんがそれを見て商品を選ぶわけですから、視覚的にお客さんの魅力を引きつけるために画像をしっかりと入れる必要があります。あとエトセトラって書いたのは何かっていうとですね、例えば商品のグラム数だとかサイズだとかそういったものっていうのも詳細っていうタブのところで入力できるものはなるべくこの段階で入力するっていう形になります。続いてステップ3です。ステップ1、2っていうのはあくまでも暫定的なものであって、もちろんステップ2の後テストマーケティングが開始されますから、ステップ2の段階でそれなりに充実させておく必要があるとは言うものの、実際は販売してみて1週間ぐらい、まあ言い方悪いですけど放置してですね、良い言い方すれば静観して静かに観察してみて、でレポートなども収集してレポートに基づいて改善していくわけですよね。で基本的にですね、レポートを見てみて、ビジネスレポートを見ていてセッション数が少ない場合、要するにその商品ページに訪れている人自体が少ない場合っていうのは4つのポイントに着目して改善していけばOK です。その4つのポイントっていうのは、商品をバババって検索した時にお客さんがまず目にする3つのポイントと、3つのポイントと、あとはそもそも検索した時に上の方に上がるかどうかを左右する SEO に関する1つのポイントなんですね。ちょっと順不同ですがお伝えすると、SEO に関係しているところは商品のキーワードになります。このキーワードっていうのをビジネスレポート、できればスポンサープロダクト、ちょっと1日5ドルとか500円ぐらいでもいいので有料広告をちょこっとかけてみれば、どのキーワードでお客さんが反応したのかが分かるので、そのキーワード、お客さんが反応したキーワードをピックアップしてキーワードに入れたりタイトルに入れたりするわけですよね。タイトルの改善って書いたのは、タイトルっていうのは一番の SEO 対策になると言われています。ですから、あ、お客さんがこういうキーワードで自分の商品ページを検索してくれてんだっていうのが分かったら、まずはタイトルを改善する。で、タイトルに入りきらないキーワードはこちらのお客さんから見えないキーワード欄に回すってことが大切です。また商品が売れない時って、商品の検索結果上でお客さんまず何を見るかっていうと、商品のタイトルと商品のトップ画像ですね。あと価格なんですよ。一番リアクションしてくれる部分っていうのはどこかって言って、やっぱり価格なんですよね。価格を数ドル下げるだとか、セール価格の設定をすることによって、いきなり止まってた商品がおーって動き出すことがありますから、まあやっぱりお金って背に腹の問題ですからね。1ドル、2ドル、3ドルぐらい下げるだけでもいきなり商品が動き出すことがあります。ですから、このステップ3では、商品のタイトルやキーワード、要するに SEO 対策を考えた改善っていうのも大切だし、商品特にトップ画像ですね。トップ画像に関してもっとキャッチーな画像に変えられるのであれば、それも手としてはありなんですが、一番気にすべきは価格かなと。どうしてもね、我々っていうのはセラーの、まあ私は1ミリ価格ってよく言ってるんですけど、自分の商品に対してなんかすごく過大評価をしがちなんですね。だからこの価格で売れるだろうとか、特に商品リサーチしてる段階もそうなんですけど、もうめっちゃレビューがついている商品ページの価格がこんぐらいだから自分もこの価格で出すんだって思ってる方が結構多いんですが、それはレビューがたくさんついてるからその価格で売れるんだよってパターン往々にしてあります。
ってことは、どうしても自分が理想としている金額でそのまま売り出しちゃったりする方多いんですが、現実を見て動いていないのであれば、価格を2ドル、3ドル、4ドル下げてみて、で、様子を伺ってみるっていうことが大切になってきます。というわけで、今回は商品ページ作りっていうのは実は3ステップに分かれているんだよっていう話をさせていただきました。とにかくこの3ステップを1回の作業で行うんじゃなくて、ちゃんと3分割することによってですね、商品ページ作りの負担っていうのが精神的にも作業量的にも随分下がると思います。こういったところ、ちょっとしたコツなんですけれども、知っておくと知っておかないとでは、物販を進めていくのが楽しくなるのかしんどくなるのかっていうのが全然変わってきますから、今回の話ぜひ腹に落としていただければ幸いです。最後までご清聴ありがとうございます。また今回の動画ご参考になりましたら、ぜひ高評価チャンネル登録いただければ幸甚でございます。では失礼いたします。